いつもありがとうございます。ニニットです。こちらパソコンデスクですけれども、本来はこちらに仕事用のパソコンが置いてありました。今これ私がいつも動画の編集をしたりアップロードしたりしてますタブレットパソコンです。Windows の、Surface ですね。これでいつもやってます。で、初めてご紹介しますけれども、こちら、私の制作スペースです。で、この上を見ていただいたらわかるんですが、ここ、扉2つ分の押し入れでした。それを、中の真ん中の棚を外してもらって、でこういうふうに編み木テーブルを作って、でこういうふうに棚をつけたり、あとこちらは有孔ボードですね。有孔ボードでの壁掛け収納をあまり有効に使えてないんですけれども、ここのとこあまり作品を編んでないので、まあでもこういうふうに有効ボードで、あといろいろぶら下げたりで、毛糸類は奥に棚を取り付けてやってます。で、このまあですからこれ一つのね、クローゼットなんかと違って、日本の家屋の押し入れっていうのは深さが奥行きがあるのでね、もう本当に広い、趣味のスペースを作ることができると思います。こういう感じでねここ押し入れでした。それからこの編み木テーブルなんですけど、これ下の映るでしょうか。これはもともとは仕事用のデスクに使ってたものです。でその下に大きいコロをつけて、360度回転するコロをつけて、で上に大きい板で編み木が使いやすいように作り直したものです。で今ですね、これですね、パリエ、トピカル3、ブラザー KH940 これが設置してあります。それでこちらの大きい画面は、デザイナーニットですね。ここにソフトウェアの CD 版のソフトウェアのパッケージがありますけれども、それを撮影するために一応大きい画面を置いてあります。でこちらですね、これ私ソニーのバイオですけれども、ピンクバイオちゃんと呼んでますが、これは私の本当は仕事用のパソコンです。でも結局タブレットパソコンはこういうふうに何テラバイトだったかな、この動画重いのでね、こういう外付けのハードディスクをつけたんで、動画の編集ですとかアップロードは問題ないんですけど、やっぱりCドライブ容量が少ないっていうか、パワーがないので、この仕事用のパソコンをデザイナーニットで使おうと思って、ここ本来の仕事スペースの
パソコンデスクからこちらに移しました。ですからここで、まあ、あのコルスキのね、あの、仕事椅子があるので、これがあのスライドして編み機の方にも仕事する時もあちらに移動すればいいだけで、でこれはあのテーブルになるあの、収納を兼ねたものですけれども、書類整理等々が必要な時はこれを開いてっていう感じですね。で、夫にですね、今ちょっと編み地がぶら下がってるからどうかな、こういうふうに出し入れできるこういうあのスライド式のものを置いてもらって、この使ってなかったキーボードを置いて、あのデザイナーニットの操作ができるようにしてたんですが、あの慣れというのは本当に怖いもので、あのこのねノートパソコンのキーボードにもう慣れてしまってて、以前はねあのデスクトップではこういうタイプの、あのキーボードを使ってたんですけれども、どうももうあのノートパソコンの方が良くて、ですからこちらからこう編み機につないでる状態です。 これがあのこれはブラザーのリンク5と言われるものですね。パソコンの USB とつながってて、でこちらでここで編み機とつながってます。これがパソコンとつながってる。でキャリッジの動きをこのボックスとこのアームがこうボックスを通過することで、あのキャリッジの動きを感知してくれて、インタラクティブニッティングって言われる、あのこう次で今何段目を編んでる、あと何段編むで次は減らし目みたいにね知らせてくれるような仕組みになってます。はい、でちなみにここまだ使ってないんですけどね、この箱があのシルバーリンク5です。シルバーリードの編み機、電子編み機で使えるものです。はい、こんな感じで、あのまあこういうね DIY したものもこれあの電動ドリルで動かすっていうあのカセクリ機ですねそういうものもここに置いてますけれども、でこういうライトもね、あのウフハウスさんですごい安く、これ向きをこういろいろ変えれるんですけど、そしてあの結構明るいスペースになってます。はい、これが押し入れ2軒分になるのかな、これ扉2枚分の押し入れを大改造した私の趣味のスペース、編み機スペースですね。こういう形で編み機が使えるようになってます。でこれはね、コロがこのテーブルコロがついてるので、斜めにしたり、補助レールなんかをつけたいときはね斜めにしたりとか、結構向こうに寄せて編み機がこっちに来てるような状態の時が多かったんですけど、まあデザイナーニットのためにあのパソコンをこっちに置くためにこちらに移動しました。しっかりしたコロがねついてるので、どんな風にも動かすことができます。はい、この押し入れの大改造は本当にね、思った以上の、趣味のためのスペースを生んでくれるので、ぜひおすすめです。はい、以上です。